さて、はい、今日は5月の29日、日曜日です。これから自宅を出てリーナベルクといういつもの、野鳥スポットのところに撮りに行きます。まあ、昨日初めてこの GoPro で、この野鳥撮影をビデオをライブで撮ってみたんですけれども、まあ初めてのことで言葉が足りなく、声を張らないといけないっていうのも分かったんで、どんどん声を張って説明していきたいと思います。道順はどうだろうな。今日は日曜日、違う道で行くのかな。もう工事中がすごくて大変なんですよ今ね。私のこの僕は今ここはアルバイター合成を通ってギュルテルに抜けて、ギュルテルというのはまあ海の縦に伸びる環状線なんですけど、まあ、交通の要といいますか、かなり交通量は多いところです。それを南の方に向かって、普通だったらトリエスタシュトラッセを行くんですけれども、そこは一方通行で今、まあ、今日は空いてるとは思いますけど、まあ一応念のためこっちに来てみました。今ビーナーベルクのスポット、あ、ビーナーベルクは、そうですね、白鳥の子供6羽がどういう風な状況で生活してるのかっていうのが見頃だと思います。あと、ハオベンタオハといってカンムリカイツブリのオスが2羽いて、メスを見かけないんですが、去年は、メスがいて、それで子供が3羽か4羽か、育っていたと思うんですけど、その捕食のシーンなんかを撮ることができましたが、今年はそれにまだ出くわしていません。金曜まではもう恐ろしいぐらいも混んでいます。ここは右側ハイドンパークですね。また写真でも添付しておきたいと思います。出しても今の、大きさのアパートには住むことができないかと思います。非常に高くなってます。まあイギリスほどではないのかな。イギリスは異常だって言いますけどね。はい、ここもいつもだったら混んでて1回の信号では行けないぐらいなんですが、今日は日曜日なのでスッと行けます。
にマナーが悪いんでびっくりしますが、対向車線を平気で渡ってくるみたいな、まあ、状況もどうなのかと思いますが、ここは、赤ですね。皆さん、お彼岸で彼岸なのかな。あ、昨日か一昨日かクリスティヒンベンファールとか祝典祭だったのかな。武道センターのその横にバドミントンをとテニスをやるところもあって、まあそのスポーツクラブですね。で、そこでずっとバドミントンをやってた時期もありました。もう今はちょっと腱鞘炎で、やめたんですが、それからもう年なんでやっぱりかなり腰に来たり膝が痛くなったりと大変なので、バドミントンはやめて歩く方向にシフトして、それプラス写真やってます。走っている通りがトリエスターシュトラーセといって、トリエスター通りといって、ウィーンのごくの私のとこからずっと南の方に下っていく道なんですけれども、この道がさっき
一方通行でちょっとね制限があるので避けたわけでした。まあこっち来ても多分同じような時間で来れたんだと思うんですけど、到着です。はい、ここが今ちょうど駐車したところで、ここから抜けていきます。今日は、手元に持ってるのは EOS RP の RP と100-400 の中望遠です、ま、もう一台、R5 と、800の F11 をリュックに積んでいます。まあ、池があるのでかなり遠くの方から狙わないといけないので、2台体制が、まあ、普通の状況かな。クロウタドリが鳴いています。あとシジュウカラですね。このツピーピーもシジュウカラなんですよね、意外と。ちょっと今日は涼しめですね。ジュールジュールって、これはひょっとするとエナガだな。いるか。逆光ですね。ジュールジュール、これエナガですね。エナガ可愛いんだよね。です。これは一発目から運がいいんだが、どこだ。飛行機は何でしょう。やっぱズームは便利ですね。さっきは 800mm で狙ってましたが、北
体は見えど飛んでる雰囲気はあんまりよくつかめないっていう感じです。今ちょうどこれはあっちの方向ですね、シュベヒアトの方向に離陸してないわ、着陸する飛行機です。あ、6はいますね。ん ?5? ん、拡張が動き出しました。どれが 1,2,3,4,5,6 かな。6個全員いると思います。今800ミリで狙ってるので画角は固定です。犬が吠えてるので多分警戒してまた泳ぎ出したんだと思います。人間の方に近づいていって餌をねだってるパターンの白鳥ですね。人慣れしてます。まあしっかりでも6はもうだいぶ経つけど2週間ぐらい経つけど元気に育ってますね。まあそんなに大きくもなってないのかな。子供たちがしっかりお母さんの腰にくっついて泳いでおります。あんまりはっきり見えませんけど、
ー。